私そこにも行きたかったんよね。見えてはいるんだけども、めっちゃこのラスボス感。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速夢見え、ほんま眠りにつこうかな。眠ります。はい、10万ボルトへ到着。お、旗がピカチュウや、ピカチュウ。さあ、目を開けてくださいな。この10万ボルトはね、ポケットモンスター、金、銀をイメージして作った島らしいです。あなたは今、10万ボルトという島の夢を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいますね。それでは、都の10万ボルトをご堪能くださいます。おー、到着したよ。すごい、ドット絵。やばい。ドット絵。ね、この素晴らしき。ピカチュウ。あ、え、すごい。ちょっと待って。見て。どこ？マップ。ほら、すごくない？これわかる？マップさ、右上。ピカチュウ。ピカチュウと、モンスターボールかな？が描かれとって、左側、日の嵐が、描かれとる。で、左下にもピカチュウがおる。え、すごい、やば。やばいね。家とかは全体的に、あ、え？全部右下に固まっとる感じ？え、あとは、もうあれか、地形で遊んどったりとか、ま、いろいろと配置とかされとんかもしれんね。ってことで、それじゃあちょっと。あ、見て、アイテム落ちとるよ。アイテム落ちとるよ。いいね、こういうの。あ、そういえば飛行場の前になんかいろいろとステッキとかね、置いてあるらしい。あ、かわいい！ピカチュウ！超かわいい。あ、カビゴンが寝てる。これはね、ポケモンの笛で起こさね、お、スターなステッキ。網。あ、いろいろとあるんやね。なるほど。まあ、ここで楽しめるようにってことかな。タンバリン？オカリナ。うちは。なぜ？とりあえず、使わんといけんような場所があったりとかしたらいけん。はしごと高飛び棒は持っておこうか。マリンスーツも。で、スターなステッキ。え、これは、でもあれをね、私が設定しとるやつになってしまうってことよね、これは。ステッキ。え、そういうことやろ？ほらほらほら。そう。向こうの人が設定したやつになるわけではないんよね。そう。前もなんか言った気がする。はいはい。それじゃあとりあえずこれだけ持っておきましょう。あ、この辺にも。シャボン玉。シャボン玉がいっぱい。赤い手持ち花火、青い手持ち花火。なるほど。そしてカビゴンを乗り越えてくる私。これ水辺。ここ飛び越えれますよね。うんうん。これは、あ、アイテム。あ、調べることはできないのか。なるほど。そっかそっか。あ、そっか。看板とか言うわけじゃないもんね。これ多分、何番道路とかそういうのが書かれてあるはず。あ、待って。ちょっともしかしたら、こっち側に街が、街というか、まあその、これもしかして主人公の家とかそういうこと？ピカチュウおる。あ、ここにもおった。そういうわけではないんか。え、でももしかしたら、この実際の、ポケモンの中の街を再現した配置になっとんかなとか、思ったけど、私自身がそこまで覚えていないという。あ、いや、もちろんね、金銀、プレイはしてるんだけどもね。あ、ここにも、看板。こういう世界観におるっていうだけでもすごい、ね、いいよね。感動するよね。すごい。ここにキャンプ場が。なんかキャンプ場もそういうところに組み込まれてるのね。はっ。どうも。虹色ジャスミン。ベストウィッシュ。良い夢を。ベストウィッシュってあれよね、ポケモン。私最近のポケモンを全く見ていないんだけど、多分最後に見たのが、リーリエだとか、そのあたりなんよね。多分私がゲーム実況をしよったあたり。あのあたりぐらいまでしか見てないので、今現在がどんな感じになっとるのかは全くわからないんだけれども。
あ、なるほどね。ラジカセだった。とりあえず金銀クリスタルはプレイしたよ、私。これはミスったら落ちてくる木の実とかっすか。そして道にいる人に話しかけようとするやつ。あー、いいね、こういうの。金銀ってあれか。あ、まあ今のもそうやけど、木の実、コロックとかがあるのはもっと後か。いろいろな情報がごっちゃになっているんだな。ものすごくごっちゃになっているんだな。道端にベンチとかもあったんかな。お、どうも。よく出てくる人よね。どういうビジュアルなんかいまいちちょっとよくわかってないけど、なんかあのちょっと小太りな男の人、お、これはもしや、赤いギャラドスがおるよ、赤いギャラドスが。めっちゃいいやん。そういうのめっちゃいいやん、ピカチュウ。ん？あそこに後ろ姿が。ここは、あ、なるほど、これモンスターボールの部分や。あの地図の。あれは、レッド？かな？ほら、あっこに。レッドがおるっぽい感じ。は。ちょっとだけ、ちょっとだけ飛んでみた。なるほど、こういう感じで、池にすることによって、まあ、マップ上では、ピカチュウとか、火の嵐とかの形に見えるようになっているのね。お、ちょっと私は、あっちの、すごいな、なんか、壮観やねん。すごい花が敷き詰められている。ちょ、こっちこっち。あ、自販機も、自販機もピカチュウだ。ポケモン仕様になっている。ほら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 。ね、赤いギャラドスが、ここで目撃されている。良きっすな。良きっすな、良きっすな。あ、ここから観察するんすね。そのギャラドスを。ふぃー。やっぱね、めっちゃどんどんと、綺麗な絵柄になってはいくんだけども、ゲームとか。あ、これモンスターボールってことよね、色味が。上が赤いバラで下が白いバラ。なんかどんどんね、絵柄が綺麗になっていっても、やっぱり、この昔のドット絵はすごく、いいと思うんだ。まあ、やけんさ、アンダーテールとかもね、すごい良かったよね。おー、いいね。野生ポケモン出てこんかなー。ふわー。あ、これさっきんとこの上か。なるほど、なるほど。あ、ここにも赤いギャラドスおった。赤いギャラドス捕まえたなー。懐かしき。この人しょっちゅうで、お、びっくりした。化石もあるよ、化石も。どうも、すごい服。ピカピカ真っ最中。え、すごい帽子。ね。火の嵐や、火の嵐。この、ね、島を作った、ひのっちさん。アイコンも火の嵐やったんやけど、火の嵐推しなんかな。私は、金銀はね、チコリータを選んだんだけども。私なんか、最初の頃、めっちゃポケモン、プレイしまくりよったんやけど、私は圧倒的に草ポケモンを選んでいきよった最初。草ポケモンのね、宿り木の種でどんどん体力を奪っていくという、そういう、そういう戦い方が好きだった。嫌なやつだな、なんか。あ、あそこもカビゴンが、道を塞いでいるね。これはどっかから上がれるんすか？うん、びっくりした。このハムシか。いや、まああれなんよね。私、はしごを持っとるけん。はしごで上がれば、よろしいのだけど。でも多分、はしごなくても上がれるようにしてくれているような気がする。普通に。ほら、カビゴン。ポケモンの笛で起こさなければ。ん？石は全部ここに集められているのね。なんか、こういう風に見たらさ、この島から見たらなんか、向こうの方も、ポケモンの世界なんじゃないかと思えてくるね。海の向こうに見える島も。双子島的な。おー！どうも、キャラメルさん。お見かけしない方ですけど、いそからいらしたんですか？
ここは夢のように素敵な島なんですよ。楽しんでいてくださいね、ワン。あれねよね、なんか、お、モンスターボールが売っている。フレンドリーショップですか、ここは。そういうことですか。キャラメルさんってね、めっちゃなんか、なんやろ。え？このおじさんが売ってるの？まさかの。なんていうん、ポケモリでも初期の方に出てきたし、で、あと、なんだ？あ、言葉が出てこねえ。言葉というかタイトル名が出てこねえ。あ、ハッピーホームデザイナーや。そう、ハッピーホームデザイナーでも、最初の方に出てきたやんか。やけん、なんかめっちゃ、おなじみっていう感覚があるんやけど、あんまりこう、人の島に行ったりとか、これ動物の森本編の方ではね、そんなに出てこんような気がする。みんなあれかな？強制的に住まわせられるやつとかで、見慣れすぎて、この辺なんかあったりするかな？キャラメルさんを自分のとこの住人には、選ばんくなったんかな？ん、特になかったわ。もしかしたら中に何か隠されているかもとか思ったけど、ホラー村とかの見すぎですかね。見すぎ、なんすかね。あ、これあれか。モンスターボールのとこやんね。あ、待って、ここあれやんね。普通にポケモンの感覚で見よったけん、あれやったけど、ここ入っていけるよね。あ、こっちにも、赤いギャラドス。そして向こう側にはピカチュウ。なるほど。あ、で、そこを抜けたら、なんて言うんだっけ？待って、言葉出てこなさすぎじゃない？シークレットスペース。え、違う、そういうことじゃないんだ。いや、まあ意味合い的にはそんな感じなんやけど、そういうことではないんだよ。私そこにも行きたかったんよね。見えてはいるんだけども、めっちゃこのラスボス感。なんか漂う。ラスボス感。よき。で、ここは普通に、あ、なるほど、高くなったんか。そっかそっか。ちょ、待って、お家にも入っていきたいんだけども。お家は、右下に2軒、連なってあるのね。お？入れんかった。あれなんかな、動物選びとかには別に、そんなに、こだわってはないんかな？自分の好きな動物を集めとるだけっていう感じ？あ、どうも。この2軒やね。じゃ、とりあえず1軒目。なんか男の子の家と女の子の家って感じやね。はい、それじゃあ、お邪魔します。え、すごい、中にも。あ、でも、パッて入ってきた時が一番、いい感じに見えたんかな。カビゴンが道を塞いでいる。そして風船に囲まれるピカチュウ。空飛ぶピカチュウかな。なんか昔おったよね。なんか風船で吊るされてっていうか風船で飛ぶピカチュウ。あ、この辺のも、あれやない、ポケモンのキャラクターの衣装ってことやろ？すごーい。どれが誰っていうのはちょっと私にはいまいちわかってないけど。この辺。あ、これあれじゃない？え？でも違うかな？ひかりちゃんの帽子？かな？なんかそんな感じやと思われる、きっと。私がもう少し詳しければ。はい、そして、奥の部屋へ。お、奥はめっちゃ卵だった。超卵だった。イースター仕様。私も最初の頃めっちゃこんな感じだったけど、今全然違うっていうね。はい、そして、右の部屋へ。ん？ここはなんか物置小屋的な感じなんかな？すごいリアルな物置小屋やけど。なんか実際に物置小屋ですっていう感じの物置小屋だ、なんか。はい、そして、2階へ。お！あ、すごい。
これあれ？なんか歴代のサトシの帽子とかそういう感じ？これ、こんなに変わっとったんやね、帽子って。へぇー。まあ、でもなんかパッと見て、サトシってわかるけど。あ、で、上のやつもっていうことか。やっぱ私が一番見慣れとるのはこの初期のやつなんだけども。え、服もこんなに変わっとった？え、マジで？そうなんや。え、ここ、真ん中全然違くない？なんか真ん中、ジャケットがないけんかな。なんか真ん中、すごい普通に T シャツ感が半端ないんやけど。へぇー、なんかサトシってずっと同じように見よったけど、こんなに服装変わっとんやね。すご。なるほどね。なんか小さい頃はめちゃくちゃポケモンにハマって、ずっとゲームしよったな。ピカチュウのおもちゃ超あった家に。はい、お邪魔しましたー。はい、そして。はい、こっちの部屋へ。キャラメルさんもうこんなとこまで来たの早くね。あ、なんかめっちゃ可愛かった。やっぱりここは女の子の家なのね。もしかしたらポケモン出てくるヒロインの家とかそういう感じをイメージしとんかな。すごい女の子って感じ。私の中でポケモンのヒロインといえばもう圧倒的にカスミなんだけども。まあ、多分あれなんよね。カスミ派の人ってなんか、偏見かもしれんけど、あんまりおらんような気がしてしまう。私はもうなんかうん。圧倒的に初期勢なので。今を知らないだけなんだけども、初期勢なので、霞の次が出てきた時に、えって思ったよね。ほら、めっちゃ女子力高いやろ。家の中で、運動、うん、びっくりした。何かと思った。トイレがあることに気づいてなかった、私。なんか何でもありな感じやね。家の中にも自販機あるよ。誰が補充してるんだ？お母さんとか？そういう感じか？ほい、それじゃあ。ほい。あ、右側行けないのね。なるほど。じゃあ2階へ。あ、2階はなんか、あ、子供部屋？幼稚園ぐらいの子がおりそうな感じやね。このスモックを見て思った。今もやっぱこういう感じなんかな、幼稚園って。いや、いいっすね。こういう感じで。なんか、なんて言うん？夢の世界って感じ。はい、そして地下へ。お、なんか地下いきなり音がいっぱい。今までの部屋全部音がなかったけん、ちょっとびっくりしたよ。なんかね、フィールド上には、フィールド上、もうポケモンチックな言い方するけど、フィールド上にはね、音楽があったりとかしたんやけどね。ここはすごいなんか、演奏部屋なのか？あ、オカリナとかも置かれてある。オカリナ確か吹けたよね。あ、タンバリンもそうやけど。あ、なるほど。あの、タンバリンとか、え、タンバリンあったよね、外に。飛行場の前。置いてあったのはここで一緒に演奏しろということ？ふっ。はい、お邪魔しましたー。てか思ったんやけどさ、なんか途中、オレンジ諸島編とかで一緒におったケンジってどこ行ったん？私オレンジ諸島編最後まで見てなくてよくわかってないんよね。これで全て回れたんかな？多分回れた。回れたね。なんか一時たけしの代わりみたいな感じでおらんかった？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか、金銀はね、めっちゃ伝説のポケモン追いかけたりとかするのが、楽しかったっていう思い出。なんかあれやね、熱盛しながらも、金銀をしたくなってくる感じの島やったね。